こんにちは。今回はですね、スバル360の修理をやります。非常にね、希少な車です。何が希少かっていうとですね、試作車なんですよ。車検所の普通はですね、まあいい配分のなんちゃらかんちゃらって書いてある形を記載するところにね、シーサークって書いてあるんですよね。まあスバルがね、試作車を作って、登録して、まあ路上テストとかしたんでしょうかね。そういった車がね、現代までね、運よく生き残っていた、そういった車両です。どこが違うかっていうのがね、全然わからんですね。普通の車とね、違いはね、泥除けが逆さまについてました。裏返しに。それくらいしか気がつかないですね。まあ、全然わからんです。違いはね、はっきり言って。まあ、けどね、まあ、そういった歴史のある車っていうことでね、そういったね、歴史のある車でしょうからね、非常に価値があると思います。何をやるかっていうとですね、今回はね、リアウィンドウの交換。リアがもう真っ黒になって見えなくなってたんでね、交換します。それと、エンジンの回転数がね、こう上がって落ちにくいっていうかね、そういった症状が出てました。キャブだろうと思ってね、キャブチェックしたらね、やっぱりリンケージ部分からエアをガンガン吸ってました。だから、キャブの交換ですね。それからアクセルワイヤーもなんかちょっと、おかしかったです。あとブレーキは全く効かない。スカスカでね。チェックしたらマスターシリンダーからダダ漏れ、で、フロントのね、ピストンからもね、フロントのねブレーキ両側、やっぱり漏れてました。それから固着してましたということで、ブレーキのオーバーホールをしたいと思います。まあそういった作業をねぼちぼちお届けしますので、お付き合いよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。それから動画が良かったらこのグッドボタンっていうやつもねぜひお願いします。じゃあよろしく。コーキング入っちゃうでしょ。ここの左の角取れば、動かんな。はい。この人力技やけどね。うわ、綺麗に取るよ。この間パリパリやったやつ。ハハ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 ハ。それ入れたかいの、この前右側からいいですね。右側からいいと、でも入らんよ、これ入る、いや、入らん入った、あ、こっちが入らん。あ、来た。怖いっちゃうね、これが1回目がね、いきなりが。あれは戦争の戦争、はい、ほらね、いいよ、入ってない。
手がいっぱい。戻ってきます、うん、これ押し込まない。入った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 ね、リュウ。うん、入っております。それありますね、何なんですか、作った。いや、なんか虫があったんですよ。何用かわからん。すごい、耳かっ。おぉ、こっちが水道。あ、下がった。下がった。はい。はい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 。ね。うん。大丈夫。下に。ゴム動くからね。ゴムは結構動く。そうですね。本物になる。行きそうだね。あ、簡単には行かないってことは見えたんですよね。ん、あれの時は結構簡単には行かない。あれ、これが硬かったんですよ。あ、ゴムがボロボロになった。それは最初からもうずれ状態だよね。ずれはしてた。これのこと何十度ですかね、これ今はめようと。押さえゴム。押さえゴム。はい、そのまま。はい、入った。でもね、浮いとったね。浮いとっちゃね。時間で終わりですよ。これだよね。ここね。ここ、これ。シャモヒロ君だね、ここ。何笑いを。いや。叩くからもしてからばよ。角が入ってた。手がいっぱいある。来たらあがてから。ちょっと待って、やっぱり入らんね、ここ。で、入ったけど、これで入ったやろ。こうやろ、もうちょっとこう。俺が早くしようか。
何仕事何仕事よかろ終わっと終わっと探すとこよかろ。あ、全然大丈夫ですね。うん、全然大丈夫。オーナー剥がしてください。はい、開幕式。内側も貼ってあるけどですね。あ、やっぱ色が分かるね。うん、色がある。純正色。いやー、やっぱ綺麗だ。すっきりしたね。はい、すっきりした。スターも漏れてちょっと掃除もせない感じですね。ハゲと。人の車ばっかりして、人とは綺麗にせないかな。あ、なんかこれ変なこと考えると、明日仕事行きとうなったら、明日休みだ。向こう緩めていきましょうか。休みかどうかは。ゆっくり下ろして、ゆっくり、そう、ブロック置いちゃうけ。はい。はい、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 せっかく抱えてもらったんですけど、欲しい部品がついてない。中期やけんね、全然違うな。バックプレートから全然違う。びっくりしてる。古いのを出しております。かなり出てますね。切れてない。今日こんな予定やしなさい。中島さんがね、フロンテ持って行ってくれたんですけれども、お土産で1台置いてきました。スバル360です。ブレーキがもう抜けて全然効かないということで、まあマスターシリンダーから全部オーバーホールになります。もうホースももうボロボロで全然ダメです。なんかね、エンジン不調みたいです。エンジン不調。
割れたまんまついちゃったん？いえ、エアーは目いっぱいしまっと、これで走りよったん？セッティングもおかしかった。お、ワッシャーがついてる、ここ。ワッシャーがついてるから。いい、汚いの、これ。泥が溜まってる。で、キャブはですね、もうリンケージからここの部分からエア吸ってたんで、もうキャブ自体交換します。一応オーバーホール済みのキャブレターがありますので、こちらに交換します。バルブも交換してですね、オーバーホールしてます。きれいに洗ってパッキン入れて終わりです。こうか。久しぶりの雨。はい、この後特に九州は過去に経験がないほどの危険な状況となる見込みです。現在台風本体の雨雲は奄美地方にかかり、湿った空気がぶつかる東海から九州でも雨が強まっています。
of school. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. It's all true, probably.
すげえな、これどんだけ使い回したんか。Tonight.
今日は真夜中の作業です。マスターシリンダーがですね、もう大変なことになってます。もうね、大汗かいたババアの厚化粧みたいでね、触りたくないんですよ。Ready because tonight is gonna be big. Everyone's gonna be there. I'm gonna need you to be all smiles. Think you can do that for me? They say happy is a state of mind, like a front porch swing, pretty thing hanging over the riptide. Won't push away from a nosedive. Dark cities are中はひどいことになったね、これ。すごい。どれ？なんかベタベタ。ベタベタです。よいしょよいしょ。いやーマジできつかったですね。ですね、ブレーキを先日から修理しています。フロントのね、ブレーキがもう剥げてたんで張り替えに出して、出来上がってきたので、交換しました。でブレーキホースもね新品に交換しました。あとですね、よいしょ、リアのホースもですね、交換しておこうと思って部品取ってますのでこれを交換します。で先ほどまでですね、格闘してですね、マスターシリンダーっていうのをね、抜き取ってたんですけども、苦手なんですよね、こういう作業。狭いところに手を突っ込んでねやるのはもう十分はちょっと無理ですね。でもうダダ漏れだったんですよね。だから明日はね見る前にちょっとこう掃除をしてね、ちょっと色もね塗らないと剥げてるような状態なんで、そういった作業をした後に、シリンダーはですね、
もうオーバーホール済みがあるんです。こいつなんですけども、これは今、ともひろくんがね、ともひろくんが、ともひろくんのヤング S 用のやつなんですけども、もうオーバーホールして、つけるだけの状態まで行ってたんですけど、これがあるんでね、これ借りてね、ピットルバイクでちょちょっとつけます。あとは、なんかな、エア抜きとかしてね、ブレーキはそれで終わると思うんですけども、エンジンですね。エンジンがね、ちょっと回転数がブワーッと上がって戻らないっていう現象が出てます。キャブレターはね、この間公開したんですけども、なんかね、ちょっと、なんか調子が悪い。で、もう一回ちょっとキャブ外してね、付け直しをしてみようと思ってます。そしてその時にアクセルワイヤーも一緒に見てみて、多分ダメなような気がしますんで、ワイヤーの交換もやります。そういったところですね。それはまた次回の動画ということでよろしくお願いします。今回ね、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして今回の動画が良かったらいつものようにですね、このグッドボタンというのをお願いします。じゃあ、ありがとうございました。